ちいい。すごいね。これ、メルルちゃんが頑張って発展させたんでしょ？私だけの力じゃないですけど、風車もできて、風の力を利用できるようになったんですよ。へえ、すごいな。みんなの力があれば、こんなこともできるようになるんだね。何をはしゃいでるのよ。風車なんか珍しくもないでしょ。さて、私はちょっとその辺で採取してきますから、あとはミミさん。え？ああ、ええ、大丈夫よ。トトリは私が見ておいてあげるから。あ、待ってよ、メルルちゃん。今日は私が採取のこと、いろいろ教えてあげるって約束でしょ？今すぐじゃなくてもいいかなって、ですよね、ミミさん。そうね。ちょっと二人で休憩してからでも遅くないんじゃないかしら、とか。そういうわけにはいかないよ。せっかくミミちゃんにも護衛お願いしてるわけだし、しっかり教えてあげなくっちゃ。ミミちゃんが見ててくれるなら、何の心配もいらないよね。よろしくね、ミミちゃん。え？あ、うん。はい。どうぞ、ごゆっくり。わかった？この草は根っこよりも実は葉っぱの方が効果が高いんだよ。だから採取するときは。上の方だけ取ってっと、このぐらいでいいですか？そうそう。根っこごと抜いちゃうより、その方が早くまた生えてくるから、覚えておくといいよ。はい。あー、それから、こっちのやつなんですけど。あ、それはね、ちょっとコツがいるんだけど。なんでこうなっちゃうのよ。せっかくトトリと水いらずで、あんな話やこんな話を、うわー、メルル姫もしっかり教わっちゃって、もう気を利かせてくれたのは最初だけじゃないの。とはいえ、はい、それじゃあ教えた通りにやってみて。こうかな、よいしょっと。はっ、綺麗に採取できました。そうそう、上手上手。コツをつかんだみたいだね、メルルちゃん。その調子で他の素材も集めていこう。ありがとうございます。よーし、頑張ります。あれはあれでトトリも楽しそうだし、あの子たちが幸せならそれはそれで良かったのかもしれないわね。これは、やれやれ、しょうがないわね。あれだけトトリに頼まれちゃったし、ちゃんと私もお仕事してあげるわ。でも、ちょっとだけ焼けるわね。私も、トトリとあんな感じで仲良くしたかったのに。